女性議員を会議に陪席させる方針にそういうことではないと疑問視する声も出ています。どういう議論がなされているかということが十分ご了解いただくことが大事ですからね、それをご覧に入れようと、こういうことです。自民党の二階幹事長は役員連絡会などの会議に女性の目線を反映させるべきだという意見があったことを受けて、今後女性議員を数名ずつ交代で陪席させる方針を示しました。ただ陪席という形では議決権などがないため疑問視する声も出ています。